どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はディズニーソングですよ。皆さん大好きな、しかも熊野プーさんの歌です。 We need the Pooh、 あの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみましょう。今回はワンバージョンです。この曲は面白いんですけど、曲の途中でリズムの取り方が変わるんですよ。3拍子から4分の4拍子に変わります。これね、なかなか面白いなということで、あと溜めたり、速くなったり、遅くなったりとかね、なかなかこうドラマティックで面白い曲ですんで、皆さんやってみましょう。はい。ウクレレで音楽、自分の好きな音楽歌いながら弾く、始めませんか？これね、音楽聴くのもいいんですけど、やっぱり楽器と一緒に歌う弾き語り、これほんと最高なんですよ。皆さんぜひやってもらいたいです。だけど楽器は苦手だなとか、私音楽の才能がという方、ウクレレだったらすぐできますから、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ触ってるだけでどんどん音楽できるようになります。はい。YouTube ですからね、いつでもどこでもちょっとさ、隙間時間にこうスマホで、しかも無料、これはね、始めましょう。はい。もうちょっとしたらこのようにリンク貼りますよ。このリンク先の初心者レッスンはここというところにクリックでジャンプしていただいて、数字の順番通りにそのリンクがかかっている動画を見ているだけで、そのガズレレ YouTube 動画を見て、ウクレレ触ってるだけでね、あれもできちゃったじゃん、私ってすぐなりますから。始めましょう。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンはここ行っていらっしゃい。クリック！行ってらっしゃい。そこには今まで私ガズが取りに取りためたあらゆる音楽が800曲以上ウクレレレッスン動画、初心者向けレッスン動画としてアップロードされております。今日みたいにアニメソング、ディズニーの曲はもちろんですけど、最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、演歌、歌謡曲、洋楽もたっぷりある、ハワイアンソングもいっぱいあります。アニメソングとか映画の曲も本当にたくさんありますんで、さっきのリンク先のとこ行くと検索できたり、ジャンルボックスから選べたりするようになってますんで、探して自分の好きな曲どんどんやっちゃいましょう。はい。それでは、熊野プーさんの歌やってみるんですけど、最初ちょっとデモ演奏して後で解説しますので、最後までご覧になってください。まず前半部分はワンブロック3回弾く3拍子の曲です。途中で後半の部分になると、ワンブロック4回弾く、通常のパターンの4分の4拍子になります。その中でも、なんか伸ばしたりとか止まったりとかいろいろありますんで、はい。よく、テロップ見合わせながらやってみてください。それではいきます。熊野プーさん、ガズレレ流、シンプル簡単バージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。もう一度。仲良しロバのピヨン、カンガと小さなウーラピとピケとオオル、中でもクマのプークマのプークマのプー、まるまるとしたちっちゃいクマ、クマのプークマのプー、熊野プーさん、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。どうですか？これ途中で3拍子から4分の4拍子に変わる感じ。あそこがこう、スッとこう、移り変われるとかっこいいと思うんですけど。動画のテロップと一緒になんとかできるようになった方、自分でノートに書いてくださいね。ノートに書いて自分だけで演奏してみる。これがおすすめです。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思います。まずここ。ここにも書いてあるんですけど、この4行は1ブロックに3回弾く3拍子ですからね。1、2、3、1、2、3、1、2、3、こうやって進んでいきます。はい。じゃあまずここまでちょっとメモってもらってですね。はい。いい感じですね。ほんと、プーさん見てるとほんとね、なんか癒されますよね。はい。
で、こっから、4分の4拍子、1ブロック4回です。だから、Dm、Dm、G7、G7、C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 。こっからノリが変わりますからね。はい。で、この、ね、いろいろスピード変わったでしょ。このね、最初のね、仲良しロバの、ここのところはちょっとゆったりやるのがポイントなんですよ。ここにちょっと溜めるって書いてある。で、こっからリズムが入ってくるのがかっこいいところでございます。はい。なんか雰囲気ちょっと掴んでもらって、ここからが行って、はい。で、ここ止まったりして、ラービット、ピクレットンとかこうストップかける。いろいろ小技がというかね、入っております。はい。そしてここまで、クマのプーってやって、かわいいクマよってやったら、最後この2行はですね、ちょっと早くするのがポイントなんですよ。ここでだんだんこうなんか、クマさんのね、テコテコした感じを表現しているのでしょうか。わかんない。ちょっと早めになるのが、まあ、かわいいアレンジでございまして、はい。で、最後終わったということになっております。はい。出てくるコードを解説します。C と Am、D マイナー、D7、G7、C7 でございます。この6個のコードでできるんですけど、これはね、6個もあるのかと思うかもしれませんけど、超基本コードなんですよ。はい。で、今日ちょっと皆さんにシェアしたいのはこちらです。ガズレレ必須コードというグループがありまして、このね、何かと言いますと、コードっていうのをね、音楽やる上で覚えなきゃいけないんですけど、星の数ほどあるんですよ、本当はね。なんだけど、ウクレレをやる人にとって、まず一番最優先で覚えてほしい超入門コードのグループの塊。これをガズレレ必須コードと言っておるんですけど、10個ぐらいあるんですよ。でも10個もあるのかと思うんですけど、1個ずつ見るとね、指1本だったりして、すごく簡単なコードたくさん混ざってるんですよ。でもこの10個覚えちゃったら、ほぼ、いろんな曲山ほどできます。このガズレレでは特にですけど。なので、これを最優先で覚えてください。これを覚えると今日の出てくるコード自動的に覚えることになります。以前ね、その10個のコード。やっぱりね、なかなか覚えられないっていう声があって、頭にスッと覚えられる、ものすごい役立つ動画を私が撮っております。ここでリンク貼っておきます。ここでコードを覚えてください。10個ぐらいコードありますけど、1個ずつ覚えたら簡単です。覚え方が大事で、楽しく覚えられる。はい。動画でマスターしてください。はい。そんなことになっております。で、今のはさっきも言ったんですけど、前半は、1、2、3、1、2、3。後半は、1、2、3、4、1、2、3。この3拍子と4分の4拍子が切り替わるというところが、こう、キーポイントでございまして。テロップにね、こう、遅くとか止まるとか書いておきますんで、ちょっとこう、いろいろ、雰囲気を汲み取りながら、思いっきり、プーさんのことを思いながら、歌ってみましょう。皆さん、音楽はね、やっぱ聴くのもいいですけど、やる。これが楽しいです。どん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 皆さん歌っていただいて、周りの方にもこの楽しさをね、広めてあげてください。ありがとうございます。さあ、ガズさんですけど、このウクレレ、予約販売してます。これすごくいいウクレレですね。もしご興味ある方、ここにウクレレのサイトがありますんで、見てみてください。で、あとね、ガズさんね、イベントやってんですよ。このちっちゃいウクレレ1本持って日本中飛び回ってるんですけど、今のところの予定だと、大感謝でソールドアウトがちょっと多いんですけれども、ちょっとそのイベントの最新情報のご案内と、あとね、ウクレレの教則本、日本で多分一番売れてると思います、今。はい。その教則本などの情報、いろいろこの後、ガズレレ最新情報動画で引っ付けておきますので、ぜひご覧になってください。今日は見ていただいてありがとうございました。親子でウクレレやるのもバッチリグーだと思いますよ。はい。音楽楽しみましょう。それではご案内動画、どうぞ。まずはですね、何はともあれ、ガズレレ .com ホームページご覧になってください。ホームページのリンク、ここに貼っておきます。で、ガズレレイベントなんですけど、このようなイベント、ずらーっとあるんですけど、実は本当にありがとうございます。ソールドアウトがこの予定の中に結構あるんでございますけど、宮崎行きますから、宮崎九州です。どうですか？日本全国の方、宮崎に来てみませんか？楽しそうですよ。はい。ガズレレイベントは基本的には、まあ、来年もこれからイベントもどんどん増えるんですけど、今のところのご案内はこれだけになってるんで、はい、ガズレレイベントあったらぜひ来てください。本当に人生がコロッと変わるぐらい楽しいイベントになっています。初心者様からベテランまで待ってますよということでございます。で、先ほども言ったんですけど、このウクレレの、予約販売ページがオープンされており、これも大好評で、もう本当にありがとうございます。で、クラウドファンディングでご支援していただく方と今も本当に進めておりますんで、もうちょっとお待ちくださいね。すいません。そういうわけで、このウクレレ、ビジョンもいろいろ描いておりますんで、よろしくお願いいたします。あと、本出してますよ。はい。リッドミュージックから出てる100曲入りの、この本がめちゃくちゃいいんです。もう弾きたい曲100曲。もうギンギンに詰めてますから。はい。あとは、これ、ガズさんがいいこと言ってる、主婦の友社から出てる、ガズレレさんってどんな人なのっていうのがわかる本でございます。これ、主婦の友社から出てるんですからね。すごいですよね。主婦の友。なんか、変な感じしますけど、この本とかも出てますんで、よろしくお願いします。あと、ブログ書いてます、ガズさん。ホームページの中にリンクあるんで、見てください。はい。それに付随して、さらに言います。ガズトークというですね、おしゃべりチャンネル、ガズさんやってるサブチャンネルです。そのガズトーク、こちらの方もぜひ検索してみてください。
ガズトークで毎日ね、いいこと喋ってるんですよ。変なチャンネルですけどね。はい、いろんなことやってるガズレレです。これからもどんどん楽しいこと、音楽のある豊かな人生届けていこう。はい、それでは見てくださってありがとうございます。また会いましょう。さよなら。